今回紹介するのは8月の新キャラ、こま犬ヌボ。このちょっと見た目が怖いのは呪われた姿ということらしいヌボ。そんなこま犬が一体どうやって戦うのか、早速基本性能や上手な使い方を見ていくヌボ。こま犬はこれまでにない特性を持った中型進撃キャラ。スキル思い出すで呪いを解除して、少しずつ本来の姿を取り戻しながら戦うヌボ。最大召喚数は4体。召喚コストは解除した呪いの数に応じて変動するようになってるヌボ。呪いの数は全部で5つ。呪いを解除した部位に応じて追加効果が発生するのもポイントヌボ。また呪いが解除されていくと攻撃、防御、体力が強化されていって戦力も大幅にアップするヌボ。すごいヌボ。呪いを解除して本来の力を発揮するキャラということヌボ。ちなみに呪いの解除で解放される追加効果は、信長はスキル発動時に砲撃による遠距離攻撃が発生ヌボ。信玄はスキルが移動時にも発動。雪村は非ダメージ軽減。秀吉はスキル発動率アップ。武蔵はスキルの斬撃攻撃が1回から2回に増加ヌボ。呪いが解除される順番はランダムになっているヌボ。それではお次はこま犬の上手な使い方を紹介していくヌボ。こま犬は全ての呪いを解除した状態が一番能力が高くなるので、まずは呪いの解除を狙っていくのがセオリーヌボ。最初はやられづらい相手や場所を選んでスキルを発動させて、十分に呪いが解除できたら残るこま犬も召喚、前線で戦わせるヌボ。解除した呪いは自分が召喚する全てのこま犬で共有されるので、複数体召喚して呪い解除を進めるのもありヌボ。通常攻撃は中距離全体攻撃で射程は長め、一方的に攻撃できる敵も多いので壁キャラなどを利用してしっかり射程を取って戦わせたいヌボ。また信玄の追加効果が発生していれば移動時にもスキル発動が狙えるので、その場合は敵から少し離れた位置に召喚してあげるのも有効ヌボ。こま犬は通常攻撃、スキル攻撃ともに対空性能がないので飛行キャラには要注意ヌボ。また全ての呪いを解除した状態でも状態異常の耐性などは3コストキャラ相当ということなので覚えておきたいヌボ。なるほどヌボ。呪いの解除状態に応じて使い方を見極めていくのが重要なキャラヌボ。ぜひみんなも上手な使い方を見つけてほしいヌボ。それでは今回はここまでヌボ。みんなチャンネル登録よろしくヌボ。バイバイヌボ。